羽根付きは日本の正月に行われてきた伝統的な遊戯の一つであり、ムクロジの種子に羽根をつけたものを羽子板で打つ遊戯。一年の役を羽根、子供の健康と成長を願うという意味がある。羽根付きと手回り羽根付きの遊び方には、追い羽根と揚げ羽根の2種類がある。2人が向かい合って、羽子板と呼ばれる木製の道具を持ち、羽根を打ち合う。 打ち損なった場合には顔に墨をつける罰が与えられることもある。一人で羽子板を用いて羽を打ち上げその回数を競い合うもの。羽子板は小木板とも呼ばれる。小木の木という木はその種子が羽付きの羽に形が似ていることから、つく羽、つく羽と名付けられた。羽子板には装飾用に作られるものもあり、人物像や、 花鳥の図が布の教えで豪華に作り付けられる。木製の昇級で、もともとは、ムクロジの種子に、数枚の鳥の羽を差し込んだもの。顎とも言う。ギッチョウが時代とともに変化し、杖が羽子板に変化し、傘が羽に変わったと言われる。一説には、傘が羽に変化したのは、紐や羽のついた奮闘を受ける武術や、舞や遊びが中国から伝わり、日本のギッチョウと、 混前一体となり、現在の羽根付きになったとも言われる。奈良時代に男子の真事として、蹴鞠が存在したのに対し、女子には、吉祥が行われていた。室町時代には、杖は羽子板に変化し、傘は、ムクロ字の好みに羽根をつけたものに変化した。現在の羽根付きと、ほとんど変わらぬ様式となり、釘の間で、小木の小勝負といった羽根付き大会が行われ、男女対抗戦であり、 負けた方が、酒を振る舞ったとされる。この無黒字は、子がわずらわないと表記するので、女児への無病息災の願いが込められている。戦国時代には、祭礼の要素が強くなり、羽根付きよりも羽子板に払いや縁起としての装飾が、施され、縁起物の装飾品としての色合いを帯びていった。制限問答には幼い子供がかに、刺されないようにというおまじないの意味があると、記述されている。 当時の薬病は顔媒介として広まることが多く、かよけは大事なことであった。江戸時代には武家が女児の誕生を祝って、子板を贈答するようになった。また、これが庶民にも伝わり、女児のいる家庭に縁起物の、このことが正月に羽根付きが行われることの由来となっている。羽子唄は羽根付きに歌う歌である。歌詞の一例は一号に二号。 三私四目五、五つ来ても六歌し七の八くし、九の前で十よ。また、一五二二五、三私四目五、五つ来てみても、七子の帯を八の字に締めて、九の葉で十かした。また、一人きな二人きな、三人来たら四つ的な、五つ来てみても、七子の帯を八たらに締めて、九の前で十よ。ありがとうございます。